こんにちは。シヤ畑菜園アドバイザーの斉藤です。今日は野菜を全滅させてしまうハムシを冬の間に徹底対策するコツをご紹介いたします。収穫の時期になると野菜の出来が気になりますが、白菜や大根が穴だらけになっても、めぼしい芋虫や毛虫類の害虫がいないため、原因が分からず困っている方もいると思います。葉っぱが穴だらけの状態になっていても、ヨトウムシやアオムシがいない場合は、ハムシによる被害の可能性が高いです。このハムシは体が小さいのにとても食欲が旺盛で、葉に穴を開けてしまい、スカスカにしてしまうこともあります。春からの栽培が始まる前に、根本的な対策をこの寒い時期にしっかりやっていきましょう。今日はハムシを冬の間に徹底対策して、春夏野菜に被害が及ぼさない対策を紹介していきます。最後にご質問にもご回答いたします。ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは、なぜ今この冬の時期にハムシを徹底対策していくかをご紹介いたします。ハムシは甲虫の仲間で、飛んだり地面に落ちたりして捕殺するのがとても難しい害虫です。また食欲が旺盛で、この時期は特に大根や白菜などの油中の野菜を食害します。冬野菜では防虫ネットの中でどんどん繁殖して個体数が増えていきます。葉がボロボロになって見た目が悪くなったり、光合成を阻害してしまう可能性があります。冬に多いハムシには、キスジノミハムシや大根ハムシなどがあります。どちらも発生するととても厄介な害虫です。害虫が越冬してそのまま春にも被害を出すので、この冬のタイミングで害虫の個体数を減らさないと、また来年被害が増えてしまいます。冬場はハムシの活動が鈍くなるので、徹底対策するチャンスです。しっかりと対策していきましょう。こちらは9月に種まきをした大根です。そろそろ収穫の時期が近づいています。害虫被害がないかチェックしていきましょう。大根ハムシは白菜や大根の葉っぱ全体どこの部分も食害します。この時期ハムシの発生をチェックするときは、葉っぱの裏側やマルチの近く、またはこの葉っぱのように小さい穴が開いていたり、葉っぱの一部分が点々で薄くなっている部分にハムシがいる可能性が高いです。またこのように葉っぱが大きく穴が開いている食害は、これはハムシではなく、イモムシのヨトウやアオムシの食害の可能性が高いと思います。それでは実際この時期にやるべき対策を紹介いたします。一つ目は寒起こしです。ハムシは成虫で土の中で冬越しをしたり、卵で冬越しをしています。マルチの下など暖かい場所で冬を越しているので、ハムシの被害が多かった畑ではしっかりと寒起こしをして、それらの成虫に寒さを当てて密度を減らしていきましょう。それでは実際寒起こしをしていきます。シャベルを縦になるべく深く刺して、下の部分の土が表面に出るようにひっくり返します。その時にこのようなダマになった土は崩さずにそのままにしておきます。そのことによって寒気や冷気や霜などがこの土の中まで入り込むため、ハムシの成虫や卵の密度が減らすことができます。被害に遭った畝では手間はかかりますが、このようにマルチを剥がしてしっかりと寒起こしをしてください。2つ目の対策は、保温ビニールの中や防虫ネットの中の白菜や大根にいるハムシを見つけて捕殺することです。保温ビニールをかけて保温栽培していると、その中は暖かいため、
寒さに強い大根ハムシはホームビニールの中ではまだ食害を継続していたり繁殖している可能性があります。その他のハムシもトンネル内では暖かいので簡単に越冬することができます。葉っぱにハムシがついている場合はきちんと除去して捕殺してからトンネルを設置してください。大根ハムシの幼虫は動きがとても遅いのでピンセットなどでも捕殺することができます。葉っぱの裏や下の部分、巻いているこの裏側などにいることもありますので、よく探して捕殺してください。ただ大根ハムシの成虫は触るとすぐに落ちてしまいますので注意が必要です。成虫を捕殺する場合はハケやブラシに糊をつけて捕殺するようにしてください。特に白菜の場合は葉っぱが巻いた付近にいる成虫を落としてしまいますと葉っぱの中に落ちてしまうので二度と取れなくなってしまいます。そのためきちんとのハケや歯ブラシなどに糊をつけて確実に大根ハムシをくっつけて捕殺していきます。捕殺した大根ハムシは指で潰すかバケツに入った水に落としてください。それでは3つ目の対策です。3つ目の対策は緑肥を栽培することです。大根や白菜を加害するキスジノミハムシは塩箔を嫌う傾向があります。緑肥をまいて栽培し、春になったらその成長した緑肥を畝にすき込むようにしてください。キスジノミハムシはその緑肥の匂いを嫌うので忌避する効果が期待できます。12月以降はこの塩箔の発芽率が低くなりますので、12月以降に種まきをする場合は不織布を使って発芽率を高めてあげましょう。大根や白菜などを畑に残していて畝にこの塩箔の種まきができない場合は畝間にこの塩箔の種まきをしておいて、春になってから成長した塩箔をその畝にすき込んであげましょう。またきゅうり、メロン、スイカなどのウリ科野菜につくウリハムシはネギなどのユリ科の作物を嫌う傾向があります。玉ねぎ、ニンニク、ネギなどのユリ科野菜を作った後の畝にきゅうりやスイカやメロンを作るとウリハムシの被害が少なくなります。ぜひ試してみてください。4つ目は雑草対策です。冬場のハムシはアブラナ科の野菜を食害します。雑草の中にはアブラナ科の雑草もあるので、周りの雑草にハムシが付着している場合があります。大根や白菜にハムシがいなくても畝の中にある雑草をしっかり防除して除去しておきましょう。このように畝間にある雑草は確実に根っこまで抜いて取り除きましょう。ハムシだけでなく他のアブラムシやイモムシなどの害虫もこの中に越冬している可能性があります。雑草の葉っぱの裏や根っこに近い部分なので害虫を越冬させないように対策しておきましょう。もしハムシの被害がひどくて薬剤を使うことに抵抗がない場合は、市販の薬剤をホームセンターなどで購入して対策してみてください。特に大根ハムシの成虫は寿命が1年半もありますので、しっかり対策しておく必要があります。それでは質問コーナーです。こちらのアブラムシ被害の動画に質問をいただきました。雪虫が飛んでいて不安ですというご質問をいただきました。多分雪虫というのはアブラムシの仲間のワタアブラムシかコナジラミの仲間のことだと思います。
これらの害虫はアブラムシの仲間なので、アブラムシの防除対策と同じような対策で捕殺してください。ハケで落としたり、水で洗い流したり、油石鹸水でその被害を防いでください。ぜひやってみてください。今日はハムシを冬の間に徹底対策するコツをご紹介いたしました。ハムシ被害を春からの野菜栽培に持ち越さないようにしましょう。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シヤ畑菜園アドバイザーの斉藤でした。それではまた。家庭菜園ライフ。